中国へようこそ2月15日のニュースをお伝えいたします。中国の多くの貿易企業はこのほど注文を受けられず倒産寸前に追い込まれています。外貨もどんどん撤退しています。中国社会科学院の研究によると今年中国の対外貿易の輸出は減少する見込みだといいます。石膏省で外国貿易を行っている隆さんは ラジオフリーアジアとのインタビューで今年初めからほとんど注文が受けられていない輸出商品が明らかに減少し不況が始まっている上海港も北林港も今はとても錆びれている上海港の貿易量は今年シンガポールに抜かれるかもしれない台米貿易はもう第3位に落ちアメリカからの注文は 全く来ない。外部制裁だけでなく、内部的な要因も大きいと述べました。対外貿易輸出企業の責任者であるロサンは、ラジオフリーアジアに対して、中国の環境は外資系企業に適していない。外資が撤退するのは当然のことだ。ヨーロッパからの注文の移転につれて、民間企業は借金を返済できない。 政府も経済を回復させることができないと述べました。多くの民間企業の創業者は、私の身の回りのアパレル業界で言えば、もういっぱい倒れた。多くの工場は人員削減がすっかり一般化になった。注文が来ない。工場を維持するため、機械を売るしかない。自分が作った工場は、 もう潰れてしまいそうだとコメントしました。中国社会科学院の研究報告では今年輸出貿易は中国経済成長に対する権威作用がマイナスに転じる可能性があることを認めました。公開されたデータによると近年中国の輸出入総額が GDP の2割から3割以上を占めているといいます。一部の専門家は 中国経済が下押し局面にあり、内需が低迷している。国民の消費が減退すれば、外国商品の需要も減るので、輸出だけでなく、輸入も落ち込むことになると分析しました。